間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。ですからすでに大人の生徒さんを何人も教えておられる先生というのは、その引き出しがいっぱい持っていられる可能性はあります。ですからそういったものを利用していろいろな生徒さんに対応できる、スムーズに対応できるという可能性はあります。また、今引き出しが少ない先生であっても、それを増やそうとされて努力される、いろいろなやり方を試して、その生徒さんに何とか合った弾き方、やり方を身につけてもらえないかと努力される先生、そういう先生は大人の生徒さんにとっては良い先生と言えるのではないでしょうか。この続きは次の動画をご覧ください。